2011年から2012年モロッコ騒乱は、モロッコにおいて2011年2月20日から2012年春にかけて発生した大規模な一連の反政府デモ行動とそれに付随する事件の総称。アラブの春運動に触発されて発生した。この騒乱は2月20日運動を契機に組織化された。モロッコ騒乱は他の北アフリカ諸国における アラブの春の騒乱及び変革に触発されたものである。モロッコでは、警察の暴力、選挙職、政治的検閲、高い失業率に対する改善を含む政治改革の要求が中心となった。2月20日、数千人のモロッコ人が、シュトラバトで集結し、独裁政治を終えろ、国民は憲法を変えたいなどのスローガンを唱えて、ムハンマド王に、 権力の一部を諦めるよう要求した。モロッコ財務大臣のサラフッティン・メズアールは市民が更新に参加すべきではないと発言したが、人々は議会の建物に向かい、警察は彼らを止めなかった。カサブランカでは別の抗議デモが行われ、マラケシュでも抗議デモが計画された。略奪と大規模な無秩序が、タンジェ、マラケシュ、アルホセイマ、シャフシャウエン、ララシュ、 クサールはルケビール、フェズ、ゲルミン、テトアン、セフローに拡大した。新しい憲法、政府の変更、腐敗の集結を要求する平和的抗議で数千人がラバト、カサブランカ、タンジェ、マラケシュの通りに溢れた。シュトラバトンのハッサン二通りを更新しながら、デモ参加者はより多くの民主主義を国にもたらす、新たな憲法を要求した。 彼らは経済的な機会、教育改革、より良い保険サービス、生活コスト上昇への補助を目的にスローガンを叫んだ。AP 通信はラバトに4000人が出席したと推定報道し、主催者は議会の外に2万人が集まったとした。内務省は抗議者の総数を約3万7000人と推定した。2月26日、フランス通信社によると、 カソブランカで約1000人の人々が政治改革を要求するデモを行った。3月13日、数百人のデモ隊がカソブランカに集まり、改革要求のデモを行った。警察が警棒を持って集会を蹴散らし、そこで数十人が負傷した。この暴動は、デモ抗議始まって、以来最も暴力的な介入と書かれた。3月20日、 全国の60都市以上で多様な背景と関心を持つ3万5000人の市民が平和的な抗議デモに参加した。中には3月9日のムハンマドーの演説で発表されたものより多くの政治的変化を要求する者も,もいれば改革を実現するべく圧力を与え続けたい者も,もいた。警察は介入しておらず暴力行為は報告されなかった。4月24日 モロッコ中で何千人もの人々が腐敗の終了、独立司法、憲法改革、法制選挙、大学卒業者に対するより多くの雇用を要求する抗議デモを行った。5月8日、何千人ものモロッコ人がマラケシュを更新して改革を要求し、4月28日のようなテロ攻撃に対する反対を表明したがあり、モロッコ当局は、 アルカイダ系の容疑者3名を逮捕している。5月22日、モロッコ警察は何百人ものプロ運動家を首都の通りから数時間追いかけ、改革を求めるデモ行動を防ぐ努力をした。政府は抗議者に対してゼロトレランスの新たな政策を実施しているように見えた。6月5日、ラバトとカサブランカに約6万人の抗議者が集まり、その多数が 警察の蛮行で死亡した、かまるあまりの写真を掲げた。この死は、デモ参加者に対する警察暴力が、エスカレートしていると強く訴えるものとなった。7月28日、サフィの裁判所前に数十人のデモ抗議者が集まって、不当に逮捕された、セットグスラのデモ参加者二人を解放するよう当局に、要求した。二人は、政府軍を攻撃するという虚偽の主張の下で、 逮捕された。政府の改革を求めて、モロッコ中の都市で数千人が更新する抗議が、毎週日曜日に続いていた。9月18日、3000人の抗議者が、カサブランカの通りを更新して、ここ数ヶ月で最大のデモを行った。5月27日、数万人のモロッコ人がカサブランカの通りに出て、失業や他の社会問題への取り組みに政府が失敗している。 アブデルイラーフ・フベンキーラン首相が約束した改革を実施しなかったと非難してデモ抗議した。7月22日、2月20日運動を主導した数百人の抗議者がカサブランカにあるシディベルヌ氏の労働者階級地区を更新し、政府の政策、社会のマージナライゼーションと腐敗に反対した。彼らはまた、君主ムハンマド6世を中心とした支配的なエリート、マクズンとして知られる。 モロッコ人富裕層を標的にした。抗議者らは後に警察暴力にあった。デモ終わりに突然、警察が路上販売業者や通行人を出し始め、その後、抗議者を追いかけて逮捕し始めた。8月11日、カザブランカに約1000人が集まり、汚職反対や価格急騰を非難したり、投獄された活動家の解放を求めるスローガンを唱えるデモを、 行った。ラバト通り付近に集まった300人の人々は、反政府のバナーを振り回しながら、ベンキーラン首相とムハンマド6世を批判するスローガンを唱えた。活動からは、燃料価格の急騰について、公正発展等を非難している。政府が手厚い補助金法案を取り下げた2012年6月に、ガソリン価格が20%上昇し、それが、食料や、 その他基本商品のコストを引き上げた。彼らはまた近代イスラム主義政党が社会的苦情に対処して汚職と戦うという公約を果たしていないとも非難している。8月23日、議会の外に集まった数十人の活動家が中世の儀式、これはラバトの宮殿で行われた政府職員がムハンマドを6世の前でひれ伏すもので13年。 前の王の戴冠式を記念して7月30日に行われる年中行事を廃止することを要求した。対立の活動家は北アフリカ諸国で非常に敏感な問題に触れ、21世紀には不適切な更新制と連続通過して首相と議会には行政権が与えられ、モロッコの公用語にはアラビア語とともにベルベル語や サハラビ族の間で話されているアラブ発作に後も加わった。同改革案は首相が公務員を任命して議会を解散する権限を与えた。しかし国王は軍の最高司令官のままであり閣僚会議の議長及び最高安全保障理事会の議長としての地位を維持している。新しい憲法規定はまた国における最高の宗教的権威として 王の役割を規定している。7月30日のテレビ演説で王は議会選挙をはじめとする憲法改正が速やかに実施されるべきだと述べ、いかなる遅れもこの信頼の原動力を危うくし、新しい改革により提供される機会を浪費することになりかねないと付け加えた。選挙を監督する内務省と約20の政党との交渉の後、政府は 来年9月の予定日に変えて11月11日に議会選挙を実施するべきだと提案した。2011年9月11日に多数の抗議者が再び通りに出て同18日にも出た。この運動を懸念したメディア基盤の一つがマンハキンチでフランス語とアラビア語を中心にコンテンツを出版する共同ウェブサイトである。マンハキンチは利権なしを意味する。 このウェブサイトは2月20日のデモで興奮した若いモロッコ人によって始められ、モロッコの社会的、経済的、政治的改革を模索した。様々な政治的説得を主張する彼らだが、自由と人権という民主的価値観の信念を共有している。同サイトは、モロッコ政府を批判するのを恐れず、スピーチや情報へのアクセスの自由な権利を促進する。マンハキンチは、 正確な情報を提供しようと努める市民発のメディア源で他の主流メディアが誤って伝えたり、故意に歪曲したり、完全に無視するようなものを扱う。2012年、マンハキンチはインターネット上の言論の自由の権利を守り、促進するという Google Global Voices Breaking Borders Award を受賞した。2011年2月20日、抗議デモの最中に、 発砲した抗議者によって破壊されたアルホセイマの銀行内で5つの遺体が発見された。目撃者によると遺体は銀行を略奪しようとしていた暴動団だった。2011年6月2日、伝えられるところでは3日前に目撃されたサフィシの暴動中に男性が怪我を負って死亡した。公式レポートによれば抗議への不安定な健康状態での参加が 死因となる合併症を引き起こした。ありがとうございます。